どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、JR の名古屋駅に来ております。ちょっと遠いですけど見えますかね。今反対側にある、マリオットアソシエホテルに今回、宿泊しようと思います。今からねチェックインしていきたいと思いますので行ってみましょう。ホテルのロビー15階ということになっているそうです。お部屋ができている場合はこのまま案内できますので、はい、手続きだけでもお願いいたします。お客のお名前
事に入りました。見ていただけましたか、このラジオ。やばくないですか、ね、すごいですよね。今、昼の12時半とかなんですけど、朝からね、お酒のサーブがあったりとか、何より眺めですよね。とんでもない空気ですね。いや、これはすごいと思います。最近、改装されて、再オープンしたということで、とても綺麗になってますね。うん、これはすごい。今回はですね、まさかのここ49階のまでが、宿泊フロアなんですけど、今回48階ということで、最上階の1個手前の部屋に案内していただきました。これはすごいですね。こういうふうにセキュリティゲートになっていて、カードを刺さないとね、カードを刺さないと入れないようになっていますね。こちらですね。広い、広いですね。こちらコンシェルジュフロアとなっていて、こういう感じになっております。こんな感じで、この度おめでとうございますということで、今回ね、妻との、交際記念日だったんで、それを伝えたらですね、こういうふうにわざわざプレゼントもね、用意してくれました。部屋の感じはこんな感じです。まあまあ広いですね。で、こちらが無料で飲めるコーヒーですね。まあ、こちらは有料だと思いますね。こちら下、金庫じゃないの、冷蔵庫。こちら冷蔵庫ですね。この中のものはもちろん有料となっております。無料なのはね、ここですね。今回はこれはエスプレッソ U ですかね。ガウンがあって、スリッパもありますね。で、こちらが洗面台です。で、バスタブがありまして、こちらにシャワーもありますね。で、これいつものですね、石鹸です。で、こちらが無料のアメニティになっております。で、こういう感じでね、バスソルト、これはマウスウォッシュかな、そうですね、のがあります。でもなんかいろいろありますね。はい。で、独立したシャワーブースもあるんですね。これはいいですね。なぜかというと、私いつも、皆さんもそうじゃないかと思うんですけど、このバスタブでシャワー流して湯船入るって結構難しいじゃないですか。
しかもここら辺がすごいビシャビシャになりますんで、シャワーブースが独立してるのはとてもいいですね。で、こんな感じです。まあこれクイーンベッドですかね。とても大きいですね。はい、こちらはコンシェルジュフロアって言ってましたんで、アップグレードされております。すごいですね。こちら、画像を入れておきますけども、1泊4万8000円ぐらいの部屋になっておりますね。まあ、さらにプラチナ会員の場合は、朝食もつきますしラウンジもつきますからね、現金決済だと結構いい値段いきますね。5万超えになりますね、間違いなく。で、ちょっとここは48階ということなんで、外の景色がね、わあ、これはすごいですね。これはすごいですね、本当に。いや、これはすごいですね。これはすごいしか言ってないですね。ちょっと反射でね、うまく映ってるかちょっとわかんないんですけども、いや、これ天気が良ければ本当にすごい遠くの方まで見えそうですね。で、鉄道好きな方も真下にね、鉄道走ってますしね。いやー、すごい。この、まあ、今回ね、マリオットのねポイントで宿泊させていただいて、プラチナ会員ということでアップグレードしていただきましたけども、すごいですね。35,000ポイントで1泊できるんですけども、これすごくないですか。最上階の1個下ですよ、ここすごくいい眺めとなっております。で、今ちょうど2時過ぎぐらいなんですけども、3時ぐらいからねまたラウンジの、ティータイムだったかなが始まりますので、そちらもね、ぜひ利用してみたいと思います。じゃあね、今回ね、このマリオットボンボイプラチナチタンヘアアンバサダーエリートメンバー様ということで、こういうふうに、ラウンジの利用の時間帯とですね、現金利用の、価格等々も載っています。で、このホテルには、24時間ジムが使えて、プール、ジャグジー、サウナ、浴室等もねあるそうです。まあ、こちらもね、時間があったらぜひ利用したいなと思っております。で、今回はねアップグレードしていただきましたんで、こういうカードがねついております。で、こちら朝食券ですね、2名分、人数分もらえて、あとこちらですね、スカイラウンジのカバーチャージ、無料券プラス、コース料金とかでね利用する場合 10% オフというチケットになっております。
過ぎました。おはようございます。2日目の朝です。すごいですね。相変わらずこの景色、今夜朝の9時ぐらいで、7時ぐらいに起きるはずだったんですけど、完全に寝坊しました。ちょっと限定のね、今から朝食行くんですけど、限定の朝食が食べるかどうかちょっと微妙なところです。それでは行ってみます。それではね、今午後の、2時50分ぐらいなんですけども、今回ねプラチナ会員ということで、16時までねチェックアウトのレイトチェックアウトの申し出があったんですけども、今回は、3時まで
のレイトチェックアウトを希望して、これからねチェックアウトしていきたいと思います。でですね、マリオットボンボイポイントで宿泊することができました。特にね、追加料金もかからなかったので、ポイントを、ね、持っている方はおすすめのホテルとなっております。特にね、プラチナ以上のステータス持っている方は、ラウンジは常に利用できる。まあ夜10時までなんですけども、基本的にずっとアルコールの提供もあるということで、酒を飲まれる方など特におすすめとなっております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立ったって方は、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いしたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。